こんにちは。こんにちは。お初ですね。はい。茜さん、海人くん、海人です。よろしくお願いします。お願いします。この前イベントで茜さんにお会いしたんですよ。そしたら私100切れないんです。え、マジで？え、すげえうまいんだけど。ゴルフ始めて1年半くらい。100切れないんです。おっしゃ、リンゴルフ久しぶりに100切りのあれやろうぜ、100切りラウンドやろうぜっていうことで。出てもらおうと思ってるんですけど、その前にやっぱりその諸課題について海人くんに激アツレッスンしてもらおうということで、はい、ここ古谷ゴルフガーデンにやってきました。この動画では一つ目の課題でドライバー、もう左に行って左に曲がっていくんですよね。そうですね、そういった多いんですよね、はい、いい時はもうまっすぐ行って結構飛んでくれるんですけど、うん、ちょっとやっぱ手で振りに行っちゃって左に行っちゃうことが多いです。ちょっと様子見てみましょう。そうですね。緊張してます？だいぶ緊張してます。カイトコーチもなんか緊張してる顔してますけど、作ってんすか？作ってんすか？よろしくお願いします。お願いします。振りちゃんとしてるようにしか。めっちゃいい振りしてるんですよ。めっちゃ飛んでる気がするんだけど。ちょっとお待ちください。ここ古谷ゴルフガーデンではトラックマンがあってですね、こんな感じで左にまっすぐ飛んでったと。じゃあ今の何が起きてるかの解説から教えてください。まず、うん、ボールが左に出て左に抜けてるときはテイクバックを上げてからこっちに突っ込んでるんですよ、うん、ボールに対してすごくボールを打ちに行き過ぎちゃってるんですよ。で腰の切りがすごく綺麗だから切って上から入ってくるからまずフェースが立ってかぶって当たるから左に出て左に曲がっていくチーピンボールになっちゃう。だからまず一つ目はボールは打ちに行くもんじゃなくてあるものというふうに仮定します。これはもうスイングプレーの中にあるだけ、球なんかどこ行ってもいいからって人にパーンって打つだけみたいな。ここにあるっていうふうに意識を持ってきすぎるからこっちで作った球をこう流しちゃう、ツッコミに入っちゃうから。でさっき自分でも言ってたんですけど頭が上がっちゃう、テイクバック上げるときにこう頭が上がっちゃうとか、それも矯正しましょう一緒に。じゃあまず構えてください。ボールはここにあるボールをついてる、ボールはここじゃなくてこっちにあると思って振り抜いてください、はい、そしたら軌道がこうなりますよ、はい、ただ出球が右になるはずなんで、そうするとこっちの球がなくなる。ボールに意識を集中しすぎてこのボールをあっちに飛ばさなきゃって思ってしまうから手を使って当てに行っちゃう。だから手前からこっちに当たっちゃう、はい、下から上に打つイメージで思いっきり下から打ってください。ここにある、そうです、ここにボールがあるイメージで振り抜いてください、うん、そうです、で右に出球が出ていく、出球が右に出ていきます、はい、あの球を打ってください。いいんじゃないの？あの球が出て正解なんです。茜さんは何？なんかその球違うっていう反応なの？じゃあ今右ペラが出てる。ああ、そういうことね。で、あの球が出ていいんですか、うん、出球が右にならないとドローボールは打てないんで、とりあえずあの球になれる。はい、はいはいはい、いいですよ、いいですよ、うん、今の動きをプラスして手で左に回すんじゃなくて頭を左に回してください。なるほど、はい、で、左に肘で抜くんじゃなくてクラブで回してくる、ヘッドが左に来るんです。手で回すんじゃなくて手でこうじゃなくて体でこう入れるんです。でドライバー打ってみてください。そうそう、気づいて
大丈夫です。そういう時になった瞬間、上にこう来ちゃうから。いいですよ、いいですよ。出玉が右じゃないってことは、さっきのあの動きはできてないんですよ。ここに常にボールがあるイメージで、こう抜けたら、こっちに回すイメージ。もう完璧じゃん。で、両足が閉じてる状態だと股関節の可動域が限られてきちゃうんですよ。なのでちょっと左足を開いたり、それだけで左に回りやすくなります。今ここで固めちゃってるから、こう抜けて手で左に返すようなイメージが強いけど、ちょっと左足を開いてあげるだけで股関節の可動域が広がってくるんで、ちょっとそれをやってみて、つま先を、そうです。そうです、うん、それとすごく回りやすくなるんです、うん、そうするとさっき僕が言ったイメージが伝わりやすくなる。多いんですよね、今こうやって構える人が。こうやって構えて体が止まっちゃって左に打った左にチーピンを打つ人、それは体の可動域を自分で狭めちゃって、その分飛距離もロスするし、ヘッドスピードも遅くなるし、なんでいいことないんで。回ってる。テイクバックなんかぶっちゃけ何でもいいです。だけど考えてください。スタンダードに言うなら、このボールを後ろに綺麗にまっすぐ転がすイメージで。そう、それでもうそのまま打っていいですか。そのまま打っていいですか。そのまま。でも結構斜めだね。あ、全然そのまままっすぐ転がすイメージだけど。うん、ちょっと切り返しがタイミングがばらつく時があるんですよ。それを一点にしたいので、もうもっとゆっくりテイクバックを上げてください。離れてもっとゆっくりテイクバックを上げて、上でも止まっちゃうぐらい。そうです、それです。それだとそれが動きで、さっきの左に回りながら上を打つっていう動きをすれば全部綺麗だと。ゴルフって再現性なんで、同じ動きをどれだけ毎回できるか、それでテイクバックからシュッと上げる人って結構難しくて、その分トップがちっちゃいんだったらためができるんですけど、トップが深くて切りからテイクバックが速い人ってのは速くなりがちなんですよ。切り返しが定まらないんで、ゆっくり自分のタイミングで上げてあげて、そこから切り返してあげた方が球も飛ぶし、ミドルも上がるんで、結局球がすごいんで、ボールスピードが上がるんで。ゆっくり上げて、そう、いいんじゃないの。あかねさん飛びますよね。あかねさん、うん、トラックマンで174ってだいぶじゃないですか。本当ですか。コースでだって200近く行く人ない。200近く行くんじゃないですか。行ってるんだ。あ、コースですか、うん、なんか本当に当たった時は多分それぐらい行ってますけど、うんうん、もうその球が出るのが何ホールに1回。ボールスピード50超えてる時点で、うん、僕はもう十分だと思いますよね、うん、女子のプロを目指してる子たち目指すのがボールスピード60超えなんですよ。うん、60超えたらまあ大体220キャリー。あー、なんせ100を切るってだったらもう十分です。もう切れるよね。もういいよね。超十分です。もういいよね。もういいぐらい。飛距離はいいよね。飛距離は十分です。あとはあれだよね、左に出ないように、はい、左に出ないように、うん、とりあえずもう下から入れることです。うん、右ミスは許してください。うん、で、こっちもミスもダメ、こっちのミスもダメって自分でやっちゃうと、うん、もう本当苦しくなるんで、もう右に出る分にはもういい、左のミスはダメって自分の中で決めれば、右ミスだったら、まあいいや、右ミスだったら、で、左ミスを絶対出さないように。そうすると絶対右のミスだけだったら、あの、どうにかなる。左ミスってどこまでも行っちゃうんですけど、右ミスって結構耐えるんで、なら左ミスは絶対やめる。でドローヒッターなんで打ち方が完璧に、まあ、珍しいですよね、今時。スイングがドローなんだ。ドローです、めっちゃドローです。なるほど、もともとドローが出る振り方なんだ。もともとドローが出る振り方なので、それはすごくいいことです。うん、なので
ドローヒッターは左ミスをダメにしてください。右ミスを OK にしてください。はい、OK ですか。5球、私の成果を見てください。チャレンジいきます。はい。はい、完璧じゃん。作られたような球が出た。距離170でどうだろう。ボールスピード53も出てるんですよ。最高到達点が32ヤード、高さも出てるんで、うん、素晴らしい。その高さでコースでもし下り傾斜に入って落ちたら、うん、ラン40ぐらい出るんで、うん、もう210。あ、210。OK、そうです。全然 OK、全然 OK。そんなね、毎回5球連続打ってたらね、そんなことないよ。音はいいな。OK です、OK です。よいしょ。おー、ナイスボール。おー。まっすぐ行って、キャリー143。まとめを言っていただきましょう。はい、あかねさんどうでした？自分なりに考えてやってたのがもうどん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 なんか手打ちになってやってたのを結構体の使い方とか教えてもらって、右に打つっていうイメージで全然やってなかったので目から鱗でした。なんかしっくりきました？そうですね、だいぶ右に打ち出すイメージで左に回るっていうのでまっすぐ行くんだよっていうのがすごいしっくりきました。しっくりきたってことは、はい、いいんじゃないでしょうじゃあ、ね、今日ありがとうございます。フレアゴルフガーデンなんですけど、11月23日にあの大志打開っていうのをやる予定です。もうすぐだ。もうすぐもうすぐ。16メーカーのブースがあったりとか、あとはですね、ドラコン大会があります。ドラコン大会では1位の人は5万円分の商品券。5万円ってすごくないですか？練習来て5万円もらえる。練習来て5万円、そう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 。そうそう、メーカーのクラブって5万円もらえるの。これ言ったら、あの本当の飛ばし屋とか来ちゃいそうじゃないですか。いいんじゃないの？ドラコンプロとか、はい、ただそのために女性とかもやる気なくすじゃないですか。だから飛び賞で10位って形で、飛び賞の人にも1万円の商品券が手に入ります。いや、すごい。確かっていうことはですよ、3000人来たら300万円出さなくちゃいけない。そういうことですよね。古谷さん大丈夫なんですか？大丈夫なんだって。ちょっと分かんない。トラックも入ってるぐらいやから、はい、トラックも入ってるくらいだからでしょうか。なので皆さんぜひ来てください。このエンディングは共通で使われます。毎回使います。毎回使われています。はい、では皆さん11月23日ぜひフレアゴルフガーデンに来てください。では次の練習に行きたいと思います。ありがとうございました。